歩きながらやりとりしているその話は何のことですか？イルサレムに滞在していながら、その数日そこで起こったことをあなただけはご存じなかったのですか？どんなことですか？ナサレのイエスのことです。この方は神と民全体の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに私たちの祭司長たちや議員たちは死刑にするため引き渡して十字架につけてしまったのです。私たちはあの方こそイスラエルを解放してくださると望みをかけていました。しかもそのことがあってからもう今日で三日目になります。ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして、天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。仲間の者が何人か墓へ行ってみたのですが、婦人たちが言った通りで、あの方は見当たりませんでした。ああ、物分かりが悪く、心が鈍く預言者たちの言ったこと、すべてを信じられない者たち。メシアはこういう苦しみを受けて、栄光に入るはずだったのではないか。一緒にお泊まりください。そろそろ夕方になりますし、もう日も傾いていますから。道で話しておられるとき、また聖書を説明してくださったとき、私たちの心は燃えていたではないか。私たちは今からエルサレムに帰ろう。